医者は安くか大将でやるんだろう。だから、まあ、大将に言ったけど、まあ、めんどくせえからもうそうやってああどこなんか恨んでんだよね西のことを。めんどくせえからやめろよって言ったわけ。豊ちゃんが大将君にめんどくさいことやめろって言ったんだよって。西に、うん、そうそれ一つ言いたいんだけど、内藤さんもマジでいい加減してくんねえと俺も付き合い切れねえよ。さっき電話したんだよ。これどういうことすかせね、どういうことですかっつって、さっき電話したんだよ本人。さ、いや俺は裏切ってないっつって、なんかごちゃごちゃ言ってたけど、内藤さんのそのさ、本人を目の前にしたペコ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 するのやめてくんねえかな。そうそう、二枚舌なんだよね。内藤さんもマジでちゃんとしてくんねえと俺はもう縁切るよ本当に。内藤さんも敵になるぞ。西山のことをぐちゃぐちゃ言う、一緒に言おうぜっつって、あと人から言ってきたんだろうね。それね、見るよ今。皆さんも聞いとりして、ちゃんと。ああ、言ってますね、僕のこと。みんなっつってんだよ、その。はい。気になるじゃないですか、そう言われたら。いや、女いいんだよ。はい。大佐さんが怒ってたとしても、ね、じゃあ分かりますよって、内藤を懲らしめると。ああ。ね、でももういいのいいの、俺も喋ってるから兄弟、うん、いいの大丈夫大丈夫、つまんない気持ちにさせようって気持ちはなかったんですよ。ただ何かつまんない思いをさせたくないって気持ちで日誌と昨日電話喋ったのは確かです。でも今現在分からないといけないっていうのはそうだし。ビットパターンありがとうございます。はい、ありがとうございます。仲が良くが一番。ああ、そうですね、といったらいいよ、うん、かもしれないですね。ちょっと時間を見ながらと思ってますね。ああ、WH さん、内藤ちゃんは悪くない、ありがとうございます。なぜか寝返り言うたからかな。寝返りってどういう意味ですか。ハローチンパンジーってなんやねん。